わけで、前置きが長くなってしまいました。何が何だかわからないですって。そうですか。私もよくわかりませんが、こんな始まり方もいいかなと思って作ってみました。まあ、それはさておき、早速電源の修理にかかりたいと思います。断っておきますが、これは自己責任で行ってくださいね。責任持てませんので。まずは、中の部品交換するのに邪魔なので、コンセントと電圧切り替えスイッチの配線を外します。こうしないと、作業ができません。面倒くさいけど、仕方がありませんね。こんな感じで、ハンダを吸い取ります。そして、電線を外します。戻すときに、どこにどの線が入っていたか、忘れないように、テープを貼っておきましょうね。はい、物の見事に外れましたね。と、いうほどのことでもありませんが、残ったハンダを吸い取り、接続がしやすいようにしておきます。ここから、どのハンダを吸い取って部品を外すのかを入念に確認しましょう。ヒートシンクも、ハンダで固定されていました。しばらく、ハンダゴテを使ってなかったので、感が鈍ってます。そうこうしているうちに、なんとか外すことができました。こんな感じです。さて、ここで以前実作したトランジスターチェッカーで動作確認をしてみます。おや、なんとか生きているようです。でも、音が小さいので念のために交換します。新品をネットで購入しました。メール便で合計722円かかってしまいました。これでうまく蘇ればいいんですけどね。ヒートシンクからネジを外して付け替えます。仮に締めて、基板の穴に合わせてから増し締めしてくださいね。そして、ハンダをつけて固定します。終わったらケースに戻します。先ほど外した線を元に戻して出来上がりです。缶のコネクターを接続します。動画には載せませんでしたが、途中電解コンデンサの足が剥がれた箇所がありました。じっくり基板の裏を見ると、足が長いままの部分もあり、隣の回路に接触しそうな部分もありました。値段の安さがゆえの作りなのかなと、感じましたよ。最後にファンをつければ完了です。できました。では、パソコンに接続してみたいと思います。とりあえず CPU 缶と24ピンを接続して動作確認します。スイッチオン。おへは、ダメです。缶も回りません。電解コンデンサの異常もなかったので、他の部品がいってしまったのかもしれませんね。今回も失敗でした。がっかりです。以上、参考になりませんでしたが、いかがでしたか？それじゃ、また見に来てくださいね。